300アールの、ところでした。この先右なんですが、そうですね、前から行って右後ろも当たってということになりまして、いや非常にハイスピードのクラッシュだったので、ね、あのまあ、ドライバーの体心配したんですけど、はい、まあ、幸いでもね、中島大輔は怪我なく、はい、